石田純一が感染。先ほど芸人の石田純一さんが感染していることが明らかになりました。所属事務所によりますと、石田純一さんが4月15日、本日ですね、COVID-19 に感染していることが判明したと、4月10日に仕事のために沖縄へ行き、4月11日に 体がだるいと感じ、13日に東京へ戻るまでホテルにて休息を取っていたとその間発熱や咳の症状はなかった14日に病院にて肺炎の傾向が見られたため入院となり PCR 検査を受けた結果本日陽性だと 確認さされたと発表されております。まあ、この石田さん年齢が66歳となっており COVID-19 に感染してしまいますと比較的致死率が高い年齢となってしまっておりますがこのように COVID-19 の感染拡大が現在も 続いてしまっておりますので、国民の皆様におかれましては、COVID19 に感染しないように、不要不急の外出を控えていただき、また、こまめに手を洗っていただいたり、消毒したりして、対策を講じていただくようにお願いいたします。また石田純一さんには まあ、さらに所属事務所には、この石田さんがどのような行動をとっていたのか、既に公表された情報だけではなくて、どこで感染してしまったのか、わかるような情報についても追加で公表していただき、自治体の感染経路の調査にしっかりと 協力していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました